杉山久氏は、日本の実業家、半導体技術者、株式会社 RVH 創業者、元一般社団法人日本半導体ベンチャー協会、副会長。横浜市鶴見区生まれ、1967年東京工業、大学理工学部応用物理学科卒業、日本電気入社、集積回路設計本部配属。 日本電気回路技術部長を経て、1977年から超 LSI 技術研究組合共同研究所に参画。1980年日本電気に復帰。同年東京大学工学博士。1991年イノテック常務取締役。同年イノテックの子会社として、エクセレントデザインを設立し取締役に就任。 1992年北京大学指導教官1993年イノテック、代表取締役常務。1996年図券の出資を得て、リアルビジョンを設立し、同社代表取締役社長に就任。1998年半導体ベンチャー協会、副会長。3次元コンピュータグラフィックス向け LSI 開発から、始め、 インターネットバブル期の2000年に、東京証券取引所マザーズに上場を果たした。2002年九州大学大学院非常勤講師。2003年日本経済団体連合会ベンチャー、専門委員会委員。2013年日本インドネシア経済、推進協議会委員。同年シスウェーブホールディングスに株式を売却し、リアルビジョン取締役会長に退いた。 ありがとうございます。